はいこんにちはヒアトイレー30年アラホーです今日は僕が今まで行ったことのある現場の半場の中で三栄建設について話ししたいと思いますまあ、これから現金でね三栄建設行こうとか思った人とか まあ参考にしてもらったらいいかなと思うんでねその条件とかをちょっと話ししていきたいと思いますまず現金からなんですけども三栄建設現金よく来てるんですよねで来る場所は言ったらまあローソンがあるところですこれ西成の人やったら分かると思うんですけどローソンがある角のところに来てるんですね大体いい時間はもう僕がいつもよ行ったら4時ぐらいに行ったらもう来てるときは来てますからねお忙しいときなんか大型バスで来てますから でまあ、忙しい時は顔付けもしてなくてまあ乗っけてくれると思います。うんえー、単価の方はね9500円になったり1万円になったりでちょっとこの辺コロコロ変わるみたいなんで、えー、その辺よくわからないですね。まあ9500円と思っとったらいいかなと思います。僕,、うん、僕もあ 今日行ったら9,500円になってるわーってなってまだ久しぶりにいたら1万円になってるわーっていうのも何度かありましたんでねで飯の方なんですけどもメ飯はまああまり良くないですよねでもまあ現金の場合はそんな関係ないかなと思うんでね まあ普通着いたら朝ごはん食べれるんですけども、えー、ご飯と味噌汁と、まあ、漬物だけですよねあと卵とか納豆とかも買えるみたいですけどこれが別売りなんですよこんなね、うん、そんな別売りでもせんでええやろうと思うんですけども別売りなんですよね卵なんか普通販売れたらもう好きなだけた食べてって感じやねんけども、まあ、そんな何な個んも食べれないですけどもね でまあ現場はね大体僕はね解体の現場が多いんですよねか一回解体やってるって言ったらなんか解体ばっかりつけられるぞってそういう話聞いたことあるんですよで僕も実際解体できますって言ったら解体ばっかりつけられてるんですよね、うん、一応カバンには長靴とかも入ってるんですけどもね、うん、まあ行く時によってあの もう僕向こうも僕の顔知ってますからね今日長靴持ってるって解体の現場ないん、ね、で長靴持ってるって聞かれますけどもねであ長靴持ってますよみたいなそういう時は土木の現場につけられたりしたりしましたけども現場はねあんまりいい現場はないような気するんですよねとか僕だけ僕がま,あまだ40代ということもあってそういうきつい現場につけられてるのかもしれないですけどもあんまり わあこは嫌やって言うてる人はいますもんね。僕の知ってる人でもあそこはもう絶対かへんって言うてる人もいますしね。まあでも僕は結構しょっちゅう言ってるんですよね。昼の弁当はほんまに最低ですよ。コロッケとコロッケと漬物とちくわってほんまこんな感じですからね。もう飯はほんまに飯のレベルでは半端ではもうかなり下やと思いますね。うん。そんな感じですね。 まあ、顔付けも忙しい時だったらやらないと思いますね。暇になったら、もう普通のワンボックスカーで来てるだけなんで、そうなったら、まあ、顔付け厳しくなると思いますけども、で、まあ、半場なんですけども、半場に行こうと思ってる人は、あそこは10日契約やってます。で、まあ、来る場所は同じところで、だいたい8時、八時ぐらいにはもう来てますかね。うん、で、一、えー、万円で。 販売で、販売、1日契約で言ったら多分日当が1万円で、両代が3300円とか、そんなやったと思うんですけども、もしも違ったらすいません。まあ、違ったら、また、概要欄の方に、あ、えー、の、付け足しとくと思いますんで、付け足し、付け足しときますんで。で、最寄りの駅はですね、えー、JR で言った四季の駅があるんですね。で、近鉄は恩寺駅やったかな、あるんですよ。 まあ、JR 帰ってくるのも新範宮まで近いで一本で来れるんでね、うん、あの便利やと思います近いしもう遠かったらほんま大変ですからねもしも仕事がなくて帰ってこなあかん時とかやったら交通費もかかりますけども、まあ、四季の駅やったら近いしあと買い物も便利がいいですね100均とかもあるし仕事終わったあと一杯飲みたいという時も酒屋も近くにありましたからね自販機がありましたからそこで買えるし。 でもメッシュはさっき言った通りもう最低ですよ、ね、メッシュはほんまにあ期待メッシュを期待する人はいかんほうあそこ3円はちょっと向いてないかなと思いますでせん風呂もね銭湯なんですよ、えー、まあ前借りする時に、うん、仕事終わったら前借りすると思うんですけどもねその時に、うん、その窓口の人に、えー、の風呂券くださいって言うんですよほんならその契約してるふ銭湯の風呂券みたいなのもらえるんですねもうボロボロのもうなん 使い古しの風呂券もらえるんですけどもそれもらえるっていうか買うんですけどもね150円やったかな確か150円で買うんですけどもでそこの銭湯に行くんですよそれかあのシャワールームがあるんですね15分か10分15分そんな長くない5分ぐらいやったかな100円でシャワールーム借りれるんですよねそ,それそこのシャワーのコインかなんか確か100円で買えると思うんですよ 僕はシャワールーム使ったことないんで分からないですけども、まあ、使ってる人は使ってましたよねもう銭湯に行くのがめんどくさいっていう人は、うん、でまあ寮なんですけども寮はまあ壁は薄いし汚いですけどもそんな暴れるような人はおらんかったですね暴れるような人おったら多分掘り出されると思うんで、うん、あとまあそういう ちょっとそんな暴れたりしたら隣のもんが怒鳴り込んでくるやろうからねそういう、まあ、血の気の荒い人もいてるっていうのは分かってるから、まあ、暗黙の了解みたいな感じで静かにしてる人が多かったと思いますねそんなうるさいっっって思たたことはなかったですねもう夜の9時10時にはみんな疲れてもう寝てるっていうのが、うん、そういう寝てる状況でしたもんねでイヤホン聞いてテレビを見てるって感じでしたかね。うん 僕も部屋入った時はもう前の人が使っとったイヤホンが刺さってましたから、まあ、布団とかは汚いですよもう何人も何人も入れ替わり立ち替わりの布団ですからもう変えてないと思いますしねもう不衛生は不衛生やと思いますたあと解体現場からダニとか虫を一緒に持ってくるんですよねでそのカバンに付いてるんでしょうねでそのカバンかからこう天井を伝ってもう隣の家に行って。 部屋に行ったりして、それで夏はもうなんかダニに噛まれてる人とかいっぱいいましたよね。でバルさん炊いたりもしてました。僕はそこまでまあ、皮膚が強いのかわからないですけども、そんな噛まれることはなかったんですけども、入る時期が良かっただけかもしれないですけどもね。うん、そんな感じですねで。仕事はありましたよねあ、うん。仕事はつけてくれました。 仕事なかったらほんま意味ないですからね。では一級でしたね、うん、そんな感じですもし三栄に行く人があれば、えー、参考にしてもらったらいいかなと思います、はい。それでは本日も万全に